ハッピーリリース、ハッピーチャンス。ミハルプリカントのバージョンアップ版が発売されましたよ。めでたいですね。何をのんきなことを言っているんですか。ビジネスはダイビングが命。このチャンスは見逃せませんよ。では、早速ライブラリとミラーの世界を広げに行きましょうか。待ってください。我々二人だけでは心もとないので強力な助っ人を呼びました。誰でしょう。3匹の小豚です。え？美味しいものが食べられるよ、と言ったら、3つ返事で了承してくれました。不安しかありませんね。まあ、3人もいればなんとかなりますよ。本部よりメッセージを受信。これより本文を再生する。オリジナル体である魂の消滅を確認。人類復活のためであるゲシュタルト計画の基本システムが崩壊した。本件は管理者アンドロイドであるデボル・ポポルの監督不適合によるものとみなす。よって、デボル・ポポルシリーズの全モデルは一部サンプルを除き、本日0時をもってすべて廃棄処分とする。以上。そうか。計画は失敗したんだな。私たちの長きにわたる役目も終わりが来るのね。そうだな。対象となる人類がいなくなるのであれば、私たちが存在する理由はもうなくなる。私の名前はポポル。私の名前はデボル。ゲシュタルト計画の実行、および、魂と器の管理を任された存在。そして、千年にわたる計画の監視者でもある。それが私たち、双子のアンドロイドの存在意義。オリジナルゲシュタルトの消滅により、人類の滅亡が決まった今、私たちもまた、人類と同じ結末にたどり着く。ゼロ時まで、あと半日。レプリカント、バージョン 1.22474487139 の世界に到着した疑心と暗鬼は目を見張った。
悠然と広がる平原の草木や、駆けていくイノシシの毛並みが、美麗になっている。FPS が上がって、我々の球体関節も、スマホ以上にぐるぐると動きます。この美しいグラフィックでぜひとも、主人公さんも見てみたいものです。お金儲けのためにも主人公さんを見つけて、さらいましょう。主人公さんって?いいやと呼んでも良いのですが、ゲーム内で名付けてしまったら、ここは主人公さんと呼びましょう。なんか変な黒いのがやってきました。新種の動物かな?どんな味がするんだろう?いただきまーす!ほえ。3匹の小豚が吐くとは、よほどまずいのです。私たちは仕事に戻る。青空に灰色の雲が目立ち始めた。のどかな平原が暗く陰るにつれて、どこからともなく黒い何かが現れる。キーネ、何かいっぱい来てます。あんなにまずいものは食べられないよ。このままでは囲まれてしまうのでは。一旦ここが退散です。でも、どっちに行けばいいの?土地勘もなく、右往左往する人形たちと三匹の子豚。こっちだ。そこに声をかけたのは、赤みがかった栗色の髪が特徴的な双子の女性だった。